クロマックス。あれやってみよっかな、群馬17さんがやってたあの裏技。はい、どうもクロマックスです。今回はね、2階のゴルゴさん、岡さんが編集している作業部屋の机を DIY しようかなということで、いろいろ資材を買ってきました。で、今回は岡さんの机、単管クランプと丸棒を使って足を組んでね、机が作れるんじゃないかなということで、これで作っていこうと思います。でね、なんでこのアイデア思いついたかっていうと、単管パイプと同じ太さの木材を使っていろんなものを作りましょうみたいなことを提案している会社さんがあったんですよ。で、あ、これ面白いなと思ってホームセンター行ってみたら 48.6 パイの木材って存在しないんですよ。調べてみたらその会社さんだけしか作ってなくて、一旦その会社さん問い合わさせてもらったんですけれども、資材を格安でもしくは譲渡でっていう形で撮影に協力してもらえないかみたいな感じで電話したんですけどね、折り返し電話しますって言ったまま電話返ってこないんでじゃあいいやっていうことで、ホームセンターで手に入る30パイと31.8 パイ、ちょっと細身の単管パイプのクランプ、これを使って机を作っていきたいというふうに思います。はい、ということでね、単管クランプなんですけども、このままで使ったら味気ない気がするんで、安いラッカースプレーですが、黒色のツヤなし買ってきてますんで、塗装していこうかなというふうに思います。この内側にシール貼ってあったりもするんで、このシールを剥がしてね、今回ちょっとこだわったポイントなんですけど、塗装した後にね、このネジ同色でちょっとかっこ悪いかななんて思ったので、ちょっとね、奮発してステンレスのネジ買ってきました。まずはね、このいらないネジでね、シールを剥がして塗装する準備していっちゃおうと思います。はい、ということでこんな感じでね、できました。これ針金で吊るして塗装した方が良さそうだよな。ありましたね、こんな感じで針金ハンガーをぶった切ったやつがいくつか出てきたんで、引っ掛けて使おうかな。はい、ということでこんな感じでね、吊るしたんでシャ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 っと抜いてね、色を黒くしていこうというふうに思います。あれやってみよっかな、群馬17さんがやってたあの裏技。じゃん、ということでバーナーで炙って乾かす。これね、艶消しの黒だったらいけるって話をしたんだね。ちょっと試しにやってみようと思います。こんな感じで当たりにくかったりもすると思うんだけど、結構乾くね。で、これで乾いた分塗装が弱いところとか見えてきたんで、そこを塗って今日はとりあえず終わりにしようかな。はい、ということで足りないところ塗ってみたんで、今日はここで作業終了。はい、ということでなんだかんだの予定で結構時間経っちゃったんですけど、いろいろね買ってきたりもしたんで、作業を再開して机2つの動画ね、どんどん撮っていこうと思います。はい、ということで1820の30パイの丸棒材、これをカットしていこうと思うんですけれども、机の天板が1500、奥行き45で作ろうと思っているので、それに合わせてね、材料をどんどんカットしていっちゃおうと思います。はい、ということで部材のサイズごとに切ることができました。足はね、もう70で設定しちゃいました。150のね、天板を作るんで、140の横に渡す板と、まあこれちょっとね、2本いらなくなっちゃうんですけど、40ちょっとの板ですね。はい、ということで今回買ってきたのは、厚さちょうど9ミリとかな、 OSB 5本買ってきました。1820と910っていう感じなんで、今回作ってる2つの天板切り出しちゃおうかなと思います。はい、ということで天板のヤスリがけが終わりました。かなりツルツルになってるんでね、この後は水塗りしていきたいと思います。はい、ということで
今ね天板塗り終わったんですけど、これねニス余ってるんで、これもね塗ってっちゃおうと思います。これねカットしただけになってるんで、面取りだけヤスリがけさせてもらう塗ってっちゃおうかなというふうに思います。はい、ということでニス塗り終わりました。とりあえずこちらもうちょっと置いてね、乾いたら単管クランプで仮組みしていってみようと思います。はい、ということで足が組み上がりました。これ仮組みなんでね、直行クランプの位置が変わるかもしれないんですけど、これで一旦天板を乗せてみようと思います。ということで乗せてみましたが、こんな感じでございます。ちょっとね足が弱そうな雰囲気があるんで、横の棒も少し下に下げた方がいいかな。長手側の棒に関しては間に 2×4 材を挟めばちょうどいいぐらいの高さに持っていこうかな。そしたらいい感じになるんじゃない、これ会議室にある長机みたいな雰囲気になってるけどまあでもこれ机として使う分には使えるんじゃないかなという感じでございます。なのでね、これちょっと本組みする前に天板の固定の仕方どうしよっかなっていうところなんですが、キグルなりに考えたアイデアがあるんで、それをやってみようと思います。はい、ということで前回の作業からかなりの日数経ってるんですけどもう大方出来上がってるんだけど、キグルなりにこういう感じで作ろうかなっていうのが出来上がってるんで、まずはね単管パイプの長机の方をですね、こちらの方から進めて、後ろにある塩ビパイプの机っていう感じの流れでやっていこうかな。まずはねクランプの締め付け位置を変更して、このね天板に 2×4 材もすでにビスで固定しようかなと、たわまないようにしてね現物合わせいろいろやっていこうと思います。はい、ということで今ね全然カットしてない 2×4 材を置いてみたんだけど、こういう感じでね 2×4 材を入れて天板ね、上側からビスで止めることにはなるんですけど、この長手側の 2×4 材に関しては4箇所、こっちのね短い方の 2×4 材に関しては3箇所ずつぐらい止めればね止められるかな。で足が来るところ4点あると思うんですけど、この4点部分をしっかりとトリマーでくり抜こうかなと。 2×4 材をくり抜いてしまえば足のこの部分に天板を固定することができるだろうと。で外そうと思えばスポッと抜けばね分解も容易だし、狭いところにでも運搬ができるような机ができるだろうということで、下側にたわみ防止の板を入れようと思います。こんな感じでね置いて、その上に足を置けばトリマーで穴を掘ればいい場所が見えてくると。とりあえずね天板にこの 2×4 材を固定していってしまおうと思います。はい、ということでこんな感じでねメゲットなんですけど、たわみ防止作りました。これに足を置いて大体の目検討で位置決めして磨きをしてトリマーで穴を開けていっちゃおうかと。はい、ということでこんな感じで穴が開きました。これちょっといびつになっちゃったんですけどね、後半の方にやったこっちに関しては綺麗な円ができたんじゃないかなと。きつすぎず、ゆるすぎずっていう感じのサイズに穴を開けることができました。実際に天板をはめてみようと思います。はい、ということでしっかりと天板にはめることができました。ちょっとガタがあるのは下に段ボール引いてるからかな。ただねクランプのね本締めをしてないんでかなり緩い状況なんですが、この状況でじゃあクランプ一旦本締めしてみようかな。どれぐらいぐらつき出るかちょっと見てみようと思います。
はい、ということでこちらの机完成でございます。この後ね、作業場の方に持って行ってセッティングをして実際にどんな感じかちょっと試してみようと思います。はい、ということでセッティングができました、はい、まあ、あくまでもこれ撮影用これからね、下が傷つかないようにタイルカーペット引いたりラグを引いたりっていう感じなんですけど、座ってみてどうよ今まで、ほら、はい、座布団すらないから座椅子すらないから、はい、あの布団を半分に引いた上であぐらかいて作業したでしょ。そうですいや、それに比べたらもう、はるかに歪みどう。いや、全然気にならないよ。まあ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 、まあ、歪みはそんなにってところかな。考えたのが、こっち側、はい、こっち側、はい、これあるでしょ、これ奥側にもあるんだけど、はい、ここの部分にフックでカゴ吊るせば、はい、配線束ねるところはそこに作れるわけ。なるほど。ここに単管クランプで、はい、木の棒がね横に渡ってたり縦に伸びてたりっていうところがあるんで、作業机として使いやすいようにいろいろカスタマイズはできんじゃねえかなと。あとね、ここにフックかけるのに木ネジ入れちゃえば何かしらぶら下げることもできるし。なるほど、兄さんの車を思い出しますね、あのそうそうそう、トランスフォーム、はいはい、基本的に木材って積極的に活用しようっていうのは思ってなかったんだよ、はい、っていうのも、まあ、もう材の時点で曲がりがあったり乾燥によって変形したりっていうのが出たりするじゃない。あ、はい、そういう安定性がねっていうところで切り捨ててはいたんだけど、はい、拡張性とかっていうのを考えた場合、木ってすごいんだよね。どこにでもネジ立つし、穴開けられるし、簡単に切られるし、はい、で材料安いし、なんでちょっと木材の良さっていうのをね最近感じております。とりあえずね、ただ単管クランプを使って机を組んでみたかった結果これが出来上がったんですけどとりあえずこんな感じで岡さんの机、あのほらこの部屋で作業するの岡さん一人になっちゃったからその前に机を作り始めたんですが、椅子も三脚買ったんですがで多分なんだけど、これ今後多分木が痩せたりとかっていうのが出てくるんで、そしたらこれ増し締め必要なんで、そういう時は言ってください。わかりました。ずれないようにちゃんとやっていきましょうということで机が出来上がりました。ありがとうございます。はい、ということで今回はね、動画的には1本だけど撮影期間的にはだいぶ引っ張りました。こちらの作業机、単管クランプを使って机を作っていましたが、いかがだったでしょうかと。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログ、こちらのチェック、フォローぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。おばさんが責任持って行動を取ってもらえるような動きっていうのでいろいろちょっとお願いしたりもするんですけど、遠回りしながら確実な成長をねクロワークスの方でそれぞれ化していけるようにしていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。